毎度。これ目立つね。俺、渡りの論、担ぎの商いやってんだけどさ、あんた、それ目立つな。やばいよな。それに羽織物なしで砂漠歩こうなんて、日焼けどころじゃ済まないんじゃないの？上物だよ、明神織の七流れ品、一点物よ。それさえあればこの日差しをシャットアウト、肩のそれも隠れて安心。いいねいいね、似合うじゃん。どう50。え、その顔ないの？ない。大きいのしかないとか、釣りならあるや。何もない。女子すっからかん。あんたそれのたれ死ぬよ。向こうに人稼ぎできる町があるよ。でっかい風車がいっぱいあるからすぐわかる。ただファラムの連中もいるけどね。それつけとくから。この番組は NC ジャパンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。頼むよ。別料金ですよ。キムチの氏神だ。やるカエル野郎。ミルモってどこにあるの？おい。疫病中でもううんざり。おい、これどけ。ちょっとやめてよ。お客さん、音族ってかっこいいよね。どうするだろうね。二度と去年断りよう。せいをしよう。財布忘れた。明日は知らぬ、昨日も知らぬ、ただ今あるよ。流れる。行け
姉ちゃん、うちは稼げるよ。だからさ、そっちの器量の問題だろって。いい加減にしろよ。いや、それお前が悪い。うん、悪いね、お前が。なるよ。ダメだね、どこも雇ってくれないよ。バランはダメでも、クルマ王国なら。王国はもっとダメだ。渋い。あんた、稼げると思うんだよね。話だけでも聞いてきない。姉さん、あ、天探してる。横流れのジョブウだよ、姉。今こそ払ってもらいますよ。すいません、どうぞどうぞ。まあ、兄さん、天道だ。邪魔だ、手を離せ。探してるんだろ、上物だよ。なあ、意外しろ。おはよう。よ、今日も可愛いね。ありがとう、あんたもね。嬉しいね、今日もお決まり。そっちもね。やっと着いた。しつこいっての。ちょっと、ここ私の場所なんだけど、ここからここまで私んとこだから出て行きな。詫びの一つもないわけ。すまなかった。かわいくないわね。まあいいわ。こんなもしかし、どうでもあるだけマシか。よーよー、くあたた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 、痛い、冗談だよ冗談。ご同業なら俺もなんだよ、痛ってっての。あんたやるな、超武闘派だね。俺もやる方だけど、あんたやるわ。うん、やるやる。お前は誰だ。俺は陣葉月傭兵だけど、それだけじゃ食えないんで、賞金稼ぎにも手出してんだ。あんた絶対ご同業だよな。俺わかるぜ、名前なんてんだ。アルカ。よろしく、アルカ。賞金すげえよな、金7000。それだけパラムは本気ってことだろ。俺もこいつ狙ってんだ。あんたもか。ダメダメ、だんまり決めても。俺わかるぜ、まだ捕まってないんだとさ。ジョイとパラムに探り入れたんだ。パラムとつながっているのか。まあな。しかし最近景気悪いよな。おう。どうよおっさん、例の賞金首まだだろ。行けよ、声かけんじゃねえ。まだだな、顔でわかる。よっしゃ、行こうぜ。新規くせえな、飲めばちっちゃい気分も晴れるだろうに。あいつパラムの兵隊。おい気になんの。あんな格好でこの町探ってんだぜ。よくやるぜ。探る。そ、パラムがさ、この町生かしてるのって、ここがいろんなところから人が集まってくるからさ。パラムなんぞ潰れちまえってんだ、チキシオめ。まことにわしも同意じゃん、飲め。うん、我々の価値もわからぬ無能だめよ。ほんとほんと。何のパラムだ。来なよ、俺の定位置。もう一杯。無視かよ。勝手なやつ。あれ、葉月、今日は貸し替えんの。俺じゃねえよ、連れだよ、連れ。連れ。珍しいな。手弱の葉月にとうとうダチか。うるせえな、たまにはおごれ。あら、いつもの場所じゃないの。ご同業が一緒なんだ。まあ、初めてさんね。都門旅館にようこそ。
女将のエル・カレンにございます。いつもの二つな。飲めるんだろ。飲まない。つまんねえぞ。一杯ぐらい大丈夫だって。無理強いはいいお酒じゃなくてよ。いいからいつもの。金ならある。ほんとかしら。ごゆっくり。ん、おお、おかみ、メイコ殿は見つかったかね。いいえ、ほうぼう探しているのだけど、まだ。早く見つかるとよいの。ええ、ではごゆっくり。おかみは切符がいいんだよな。俺が男だったら絶対惚れる。パラムは他にはいるのか。ん、お待たせしました。トクちゃんどうも。今日は払えよ。わかってるって。俺からなんか探る気だろ。まず飲めよ。人間酒は大事だぜ。おっとっとっと。君みたいな頑固はじき初めてだよ。絶対おかしい。お、仕事つながんないよ。営業しないと。どんだけ手柄立てたとかさ、そういうのあると相手の金払い違うんだよ。え、あとね、その件古い。見てよこれ。この子にはさ、随分稼がしてもらったんだよね。君パラムで仕事したことあんの？ある。ほんと？結構もらったでしょ。ありがとうございました。またのお越しを。君変。全然喋んないの。それ声節約してるんじゃないの。そろそろ閉めてくださいな。やだよ。あずき飲む。閉店ですよ。やだ。この子いつもこんな調子なんですよ。じゃあ最後の一杯お愛想してくださいな。わかったよ。もうほらよ。どう一枚じゃ足りませんよ。金30になります。へえ、そんなになんだ。足りない分はこの人ね。お連れさん災難でしたね。持ってない。失礼ながらお持ちの分だけでもいただきます。何もない。どう一枚もですか。ない。ない。本当に。また泊まりね、葉月。いつもこうなんですよ。ここで働いて返すの繰り返し。もちろんあなたもですわ。ここのお水はただじゃないの。さあ着替えて。葉月はほっといても大丈夫。着替えたらホールの掃除ですよ。このままでいい。ここじゃもんなしは罪。自分の立場をわきまえていただきます。葉月はそのあざ知らないわね。出て行ってくださる。ここはひととき浮世を忘れる楽しい場所。店の外で起こることには触れない。関わらない。あなたのことは誰にも喋らない。会わなかった。見なかった。葉月には解放したって言っておくから。
ゲハ動くな膝をつけ手は頭の後ろだ早くしろなんだお前うっせえな俺の獲物だあんたパラム兵だろそれがどうしたあんたが狙ってるってことは本物なわけだやっぱりさっき見たのはそうだったんだねごちゃごちゃうるせえよこっちは出世がかかってんだゲスはすっこんでだゲスはどっちよ俺が先に見つけたんだぞはだからなんだってのさおめえ消えろなんだてめえまだいたのかいもう一旗あげてんでなめんどくさいね撃つよふざけんなてめえこそ撃たれていくおだまりって言ってんだよおいこっち来い肩見せろ何言ってんだこっちへ来るんだよ名字つったらその色だなうるせえなタケ問題は中身だしくじったよあらもにゃんこのネタにどんだけ払ったと思ってる教えてもらってよかったよちょっとやめちゃうでこんな腕じゃどんだけ働けたかいな話だよ一つ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 もううるさいは誰だ剣一族の仕留め方ね何で邪魔すんだよ酔いざましになったのねあの子のこと邪魔したよな絶対俺を誰だと思ってんだその自信命取りになってよちうひょいい銃持ってんなおかみなんで出てきたあなたを思う気持ちと同じなんだそれ気持ち悪いはぁ、あ、すっきりしねえなそうね世の中そんなことばかりさっきなんか言ってたな剣一族だっけ傭兵なら聞いたことなくてないなこの国の歴史が動くときに裏にいつもいたと言われている暗殺者という噂よで関わりたくなったさあね誰だ銃をぶっ放したのご覧の通りよトモンニョカマカレンさんうちの客が酔っての不始末ですのじゃあなハズキこれは金が欲しいんだよ命よりも
あんたに何がわかる。誰かがあの子をパラム兵に売ったわね。誰かって誰だ。商売繁盛、ネタ持ってこい。あいつは俺のもんだ。狙った相手外しっぱなしじゃ銃たちが泣いてるからな。この者クルム王国と密通し、王国の意を受けて我がパラム内の祭りごとに浸透を図っておりました。他に知るべきは。すでに聞けることは聞き出しました。これ以上は何もありません。抜け殻か。今回はトモン旅館。この店砂漠の歓楽街で一番人気のある旅館なんだ。女将のエルカレンにはセンス派っていうファンがいっぱいいて、月天魚焼きは最高にうまいって評判だ。オイラは行ったことないんだけどな。何食っても高いからさ。復讐せよ。次回の物語は仇、ついにアルカがジンバレルと激突する。この番組は NC ジャパンとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。